はい、短期決戦です。3月3日土曜競馬の予想していきましょう。8時43分です。よし、おー、なんだっけ、アデラート、阪神10レース、ハリマステークス、ラッキーライラック、チューリップ賞、阪神11レース。ダノンプレミアムとフランツ。フランツ。阪神9レース。アルメリア。弥生賞。2018年3月3日。中山9レース。中山10レース。中山11レース。阪神9レース。阪神10レース。阪神11レース。小倉1レース。小倉9レース。小倉10レース。小倉11レース。よしよし、なん土曜、勇敢オーシャンステークス、中山、勇敢オーシャン、富士オーシャン、チューリップ賞、阪神11です。チューリップ賞、じゃあチューリップ賞と G3 からやっていくかね。チューリップ賞、阪神11です。チューリップ賞、スカーレットカラー、マウレア、ラッキーライラック。なあ、これラッキーライラック、ラッキーライラックだよこれ。これ何馬身？全然強いわ。サラキア、9番リリー・ノーブル、サラキア。ああ、これね、ラッキーライラックに1000円。でも今日あんまり運良くないんだよな。これはラッキーライラックに1000円。とりあえずかけちゃいましょう。5番阪神11レース、ラッキーライラック、単勝1000円。ラッキーライラック、ラッキーライラックは強いよ。ラッキーライラックはね。で、オーシャンス、富士オーシャンステークス、中山11レース、富士のムーン、13番に36.4。これいいじゃん、こいついいじゃん。ラインミーティア、14番人気、53.8、副賞。ああ、でもな、そうか。アルティマブラッド、5番人気 8.0、4番、ビップライブリー、5番人気 7.6、ああ、ビップライブリー。いいよね。
次よね。これなんだ。オーシャン G3 1215時45分。リップライブリーね、富士のムーン。ライン見てやなんだこれ。ああダメかもな。リップライブリーの副賞でいいんじゃない。単勝、うん、ネロ、あネロがいる。大神ネロ、ネロいいね。大名富士、なんか一番にナックビーナス、ナックビーナスね。レーヌミノル、レーヌミノルも強いんだよ。エポワス、エポワス、ロードクエスト、ああこれ有名なところがいっぱいいるんだな。ちょっと待ってね、ちょっと待って、ね、ネロ、ネロね。ああ、ネロあり得るよ。1200、芝1200、ネロ、ネロの副将、ダメだこれ。ネロの副賞、リップライブリーもいいけど、ネロで行こうか。中山急レース何分？7分。中山急レース14時35分。1000万した。2500。シャロネグロ。2番クレッシング。3番エスティーブ。ラムセス、サンデームーテ、ウィン・ウォラーレ、9番バラダガール、10番ショパン、デムロ、1番人気 3.7。なんだこれ、1000万した。あー強いね、ショパン。あーショパン強いね。2500。ウィン・ウォラーレ、あー強いね。これ1着は何が来てんの。ムーン・ザ・ワールド強いね。ムーン・ザ・ワールド、サトル・リューガー、クレッチェントラブ、シャロネグロ、これいいんじゃない。シャロネグロ、
チャロネグロ。ああ。いいよ、チャロネグロで。1番。副賞。10レース。中山10レース。15時10分。1600万した。上層。ステークス。ネイビーブルー。ああ、これは強いね。ネイビーブルー強いね。ああ、こういう感じか。モンテネオ 125.1 倍。ハイランドピーク一番人気っていうのは、ハイランドピークが一番人気だ。ああ強いねこいつね。1600万。リバイアさん、ああ何で？ダブローブーさん、おはよう。おはよう。何をプルート？ルバニーギ 14.1 倍。エヴァーキュート、今ね、中山10レース上層ステークスやってるの予想。クラウン9番人気 44.7。 10番ウォカツオーネ10番人気 45.3。 ウォカツオーネ、これはちょっときついな。クラウンシャイン3番だからな。ロードシナリオ3番人気 8.6。16番メイプルレインボー。メガネズさん間違えた。こっちや。おはよ。違うあれがあるんだ。メイプルレインボー。あよくない。ロード車両、これなんだ。三浦構成か。三浦構成あんまりうまくないんだよな。メガネズさん、炎上チケット買うためにアイテム投げるよ。ありがとう。昨日ね、無料延長チケットもらったんだよ。ネイビーブルー、ちょっと待ってね。メガネズさん、バー投げるのも笑。ちょっと待ってね。今アップデートしちゃった。ありがとう。ネイビーブルーの単勝でいいや。ネイビーブルーの単勝。
ああ、ハイランドピーク強いけどな。どうしよう。生まれ24、生まれ24でいいや。生まれ24。生まれ24いくらあんだよこれ。よし、それでいいや。阪神、阪神行こう。阪神、阪神。阪神9レース。里山特別1000万した2000芝20009と レッドイグニス、あ、レッドイグニス強いよね。ルメール、ほら、そう、超強い。モンドシャルナ、ああ、ずいぶん走ってないんだね。なんだこれ、BB ブレイブ。ん、なんかコメントした。ステッペリオ一番人気 3.0。 なんだこれ。消したの？あ、ステッペリオ。これなんだ？ 1000 万した？ 2000 メートル。ステッペリオ一番人気だな。これはちょっとおかしいな。あ、超等数なんだ。あ、シンギュラリティ、シンギュラリティ。テリトリアル、テリトリアル。ワンスインナーライフ。シンギュラリティ。あ、強いじゃん、シンギュラリティ。テリトリアル、あー、いいね。シンギュラリティとどっちがいいかな。これいいね。これがいいや。テリトリアル8番副賞。何分？19分か。阪神11レース、チューリップ賞。あれ、阪神11レースだった。阪神10レース、播磨ステークス。1600した。1400m ダート。テンザワールド。アデラート。ダンツゴーユー。バーナーいいんじゃないの。金としビバーチャー、金としビバーチャーね。
テーブルグッドマン。エガネス3人ちゃうか。ライオット2。3番人気 5.4 ルメール。11番ファッションシアスタ。ラパーニ。オースミチャド。統計笑う角。統計笑う角。フィールザプリティ。ザワールド。おお、いいね。いいね、テンザワールド。四番人気8.3。アデラートがね、すごい馬なんだよ。エガネスサンドリが動画やけどな、最近全負けるしか走ってないから。ああそう、アデラートが超強いんだよ。アデラート、アデラート2番人気だけどな。1600した。見ていこうか。メガネズさん海外遠征した馬やからな。わら、これ生まれんが面白いかもね。生まれん、このレース生まれんがいいかもしれない。あれだよ、なんだっけ、チューリップ賞ラッキーライラックの単勝1000円だった。5番、ラッキーライラックの単勝、チューリップ賞。W 行くね。これアフターバーナーとかさ、金とじビバーチェとかな、気になるな。何かさん競馬も買えば買うほど99以上の人がトータル負けてる。78。99%。あ、これもいいね。ラユロット。ファッションシアスタ。あ、すげえなこいつ。11番。ラパーニ。これは来ないだろう。オースミチャド。メガネで30リッチ賞は17キャから行くよ。10。ああそう、オースミチャド、オールザ、これいつもいいよね。
次ね、Feel the Pretty。 Feel the Pretty。 これはどうだ、これはどうだろう。 Feel the Pretty すげえくない？110倍じゃん。フィールザプリティ悪くないぜこれ。え、悪くないぜ。フィールザプリティ一発あるぜこれ。15番。フィールザプリティの副賞。フィールザプリティの副賞15番。7、8、10、11、15、7、8、10、11、15、25、25、7、8、10、11、15、これでどうだ。3頭頭に生まれんで流すしかない。3頭頭こいつ強いね。ファッションシエスタ、ファッショニエスタ、ファッショナナ、ファッショニスタ。11番、11番、5番、2番、2番、5番、11番、2番、5番。ライルットは、ライルットどうこれ。ライルットも来そうだよね。ただ1着はどうかわかんないけど。ファッショニスタ強いね。ペンザワールド。じゃあね、2、5、11から流してみようか。残り2分。延長。お金足りなくなっちゃうな。今それを計算するところ、フォーメーション、フォーメーション、あ、ちょっと待って、フォーメーションで2と5と、あ、2と5と、なんだっけ、12だよ、11、2と5と11で2、5、7、8、10、11、15。これでさ、ドン、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15点か。これはあんまり美味しくないな、馬券的に。美味しくないな。
あ、フィールザプリティ結構あれだな。エガレス35カラマンと美味しくないわら。うん。アデラート、アデラート、テンザワールド、わかったわかった。じゃあ2と5と2と5と11の全部副賞買えばいいんだ。2と5と11の副賞いやちょっと待って、2、5、11のボックスは2、5、11のボックスはメガネズさん2号マイランドマイナスやなわら。2、5、11、15。2、5、11、15。どうしても15を入れたいね。7、8、10結構。10が来そうだな。メガネズさん15狙いに行くならワイドで3点でええやん。10も来そうだな。10。ワイドで3点ってどういう買い方？ワイド。それは15が来ないといけないってことでしょ。15 15 2 5 10 11。すげえ美味しいんだけど先生、メガネズ先生、メガネズさんうまいならすごい美味しいんだけど、夢あるな。メガネズさん、まあ15来たらやけどな、わらわらわら。ああ15来たらだけどね、これ美味しいね。ちょっと待って、ちょっと待って、これフォーメーション、15 11 10 2 5。これは10点。ああこうなっちゃうんだな。これじゃダメだな。じゃあさ、生まれん、なんかこれこの列だけで生まれん2、5。メガネズさんワイドにしては悪くないけどな、人気馬同士の、人気馬同士の、人気馬同士の、あそう悪くないの。ちょっと生まれんボックスで2、5、10、11で2、5、10、11、1、2、3、4、5、6。
1、2、3、4、5、6。あ、これいいじゃん。これいいじゃん、生まれん。生まれん、2、5、10、11。ボックス。2、5、10、11のボックス。あ、いいね。これで600円。うん、これいいじゃん。これと、これと、これ、なんだ。全選択。100円。メガネズ31から4番人気のボックスか W らしくない WWW。らしくないとか言われるの？それダメ？いやでも美味しいじゃん、これ20倍とかあるんだよ。20なんて20倍だよ。メガネズさんや永遠でわらとりあえずこれ買わしてよ、保険でね。5からのワイド、あ、15からのワイド買うから。あ、15からのワイド、ちょっと大勝負だよ、 このレースだけは。だってこれ600円かけてさ、最低でも600円は返ってくるわけだから、当たれば。だからこれね、これ一回買っといて、お金足りないわ、ちょっと入金しよう。メガネで35からのワイドは一口の乗ってみるわら。ふん、15からのワイド、ワイド流し、15からのワイドで2511。信じるな。これ全選択セット入力400円。あ、お金なくなっちゃった。ちょっと入金するわ。どれだ、これか。あとは、あとはなんだ、15からのワイド。メガネズサンシャーナイナ W ワイドダイヤ W。 おおおお、ありがとう。で、そうか、そういう手があるんだね。メガネズさん、ワイドなんてそういう買い方があるんだね。あとあれだ、小倉やろう。小倉の9レース。今時間かかったね。お、ありがとう。なる。ちょっと待って、その前に買うか。ちょっと待って、今までのあのあれを買おう。待って、中山級レース、メガネズさん買おうわら。中山級レースの、チャロネグロの副賞1番ね。で、中山10レースは何だ。中山10レースは、生まれん24ド本命。
クバレン24 4.5 倍いいじゃん。クバレン24中山11です。いや、美味しそうだったからさ。4.5 倍で美味しいじゃん。中山11レース。単勝。ネロの副賞。6番人気。ネロ。単勝でもいいんだけどな。ネロ。で、あとは、ラッキーライラック単勝1000円でしょ。これでいいや。とりあえずこれで、あ、300円なんだ。300円か。チャロネグロ、生まれ24、ネロ。で、あとは小倉級です。小倉級です。14時15分。14時15分、早いんだね。500万下、1200、芝1200、15と。あ、面白そうだねこれね。1500。あ、何このレース、わけわかんなすぎだよこんなの。これはわけわかんないよ。小倉級。でもね、小倉をよく当ててるんだよ。小倉をね、あのね、副賞でよく当ててんだよ。一頭一頭見ていこうか。小倉を当ててんだよ、実は。あの、もう阪神とかの方がさ、わかりやすいかな、阪神とか中山の方がわかりやすいかなって思うじゃん。それがね、小倉の方が倍率がいいんだよ。メガネズ3花火の残りでチューリップ賞10だったところで、花火の残りでチューリップ賞10。ああ、ちょっと待って。チューリップ賞10って何？10早いのこれ。ああ。あ、本当だ。10の何？10の副賞？あ、ディープインパクトの子か。じゃあラッキーライラックオールヘブンの子じゃん。メガネズ3単勝しかないやろわら。単勝？単勝で、いや、ラッキーライラックの単勝買ってるって。え、そんなに早いの？サラキアって。え、いくら買えって。 8.5 倍だよ。じゃあ200円買っとこうか。単勝200円。なんだっけ、阪神11レースチューリップ賞単勝200円。単服でいいんじゃないのこれ。単服でいいんじゃない。ああ、分かった。じゃあさ、副賞を、あ、単賞を200円。副賞を、
100円。これでいいんじゃないの。だから副賞でくれば元が取れるか。300円買っとこう。花火もらったし、単勝と副賞で小倉、これやんなきゃ時間なくなっちゃう。今何分、ちょっと待ってさ、それさ、あのマジか。ちょっと待って、これさ、50ってある？50。ちょっと待って、阪神、50。阪神、チューリップ賞だっけ？阪神11レース。生まれん、ボックス、50。7.4倍。200円買っとく？足りなくなっちゃう。4000円も使おう。ちょっと小倉やろう。時間がない。小倉ヒューレス、花火3つももらった。ありがとうね。天の川いいね。これね、7番名前がいいね。素晴らしい名前してるね、天の川。これ副賞買おう。夢があるよ。7番天の川これ名前だけでさ、ちょっとこれは来なそうだけど、ちょっと天の川だけちょっと押さえとく。名前がいい。名前に1票。勝つ負けるじゃなくてさ、名前がいいから。天の川すごいいい名前だ。ちょっとひどすぎるだろ。ビエノアラシ、これ何？500万した？10レース500万した？2600？
千葉14時50分ビエノアラシ、ビエノアラシ、小倉中京で勝ってます。残り9分7番人気 8.6 マイネルクラフト、マイネル2番人気 5.6 5番ピッツィカート5番人気 7.3 シャインプライド、シェルブリック、シェルブロック、プラウトコーツ、プリンセスオブペスカ、あーこれ1番人気なんだ。プリンセスオブペスカって聞くな。トロピカルストリーム、これいいな。あーそうでもないぞ、そんなに強いって思うまでもないぞ、プリンセスですか。ああ、これもいいな。トロピカルストリーム。これは ?8 番は。ブライトコーツ。500万した。あ、こういう馬来るよな。シェルブルック。シャインブライド、あーこれいいじゃん。ん2600、これいいんじゃないの。これがこれが1000万だったらな、1000万で3着だったらな。エガレス3番とか意外とスターって見えるけど、これいいや。シャインブライド6番シャインブライド、9番人気 13.4 副賞、シャインブライド6番33が光って見えたらね、それはね地方へ行った方がいい。3が光って見えたらダメだよ。地方馬が光って見えたら、それはね、もうね、地方へ行きなさいっていう。メガネズさん、JRA。JRA って地方馬でしょ、これ。ビエナーラシって。JRA に転入したんだけど、JRA より転出して、JRA より転出して、JRA に戻ってきて、っていう馬でしょ。これはね、ひどすぎる。これいいよ。6番、シャイニングブランド。11番、11レース。あ、11レース面白そうじゃん。あ、カフジテイク。これ何？何レース？あ、カフジテイクの単勝いいんじゃないの？ああ、そういうことか。1700ダート、15時25分。え、今、ちょっと待って、もう一回。何番人気だった？あ、6番人気か。ああ、いいかもね。でも、サチだっけ、この、なんだっけ、みゆきだっけ、みゆきさんだっけ、これ。みゆきだっけ。幸せって書いて、みゆきって読むんだっけ。この人ね、あんまりね、来ないんだよ。騎手があんまり好きじゃないんだよな。幸せそうな名前だけどさ、この人ね、あんまり来ないんだよな。でも、まあ、いや、かけてあげる。3番、副賞。3番副賞。わかった。じゃあ3番かける。メガネ。3番と6番の副賞ね。11です。あ、残り4分しかないよ。カフジテイクの
単勝でいいんじゃないのこれ。ちょっとさっきなんか単勝いっぱいかけすぎたな。もう一回延長するか。いやこれ以上は延長したくないな。カフジテイク残り4分。7番クルールクルーカーハイ。あ、そうなの。今三冠ジョッキーなの。あんまりね好きじゃないんだ。13番禅のすみすれすれが、あ、禅の忘れがためか。ああ、これもな。あ、そうなの。あ、こいついい馬だな。禅の忘れがため。強いじゃん。これ何？1000万した？カフジキング。フォースライ。3分じゃ時間がないな。カフジ銀行の単勝だけちょっとかけろ。100円ね。カフジ銀行の単勝だけ。カフジキング、なんか違うな。カフジテイク、カフジテイクじゃなくてカフジキング、なんか違うな。単勝やめるか。副賞にするか。カフジ銀行の副賞。カフジ銀行の副賞なんか大してつかないな。全然忘れがたみ。カフジ銀行の副賞。よし、残り1分。1分でいけるか。ちょっと待って、なんだ、天の川小倉急レース。天の川、天の川、天の川、どこ行った。天の川の副賞100円で行って、と小倉10レース、ビレの嵐、3番と6番副賞。残り1分。11です。カフジキングの副賞。せやで。400円。いくらかけたんだ今日。結構かけたぞ。天の川、ビエノ嵐、ピエノ嵐、シャインブライド、カフジキング。3200円ぐらいかけたな今日。3200円かけたよ。ちょっと多め。メガネズさんインスタラー W。 よし、終わりです。ありがとうね、メガネズさん。花火2つだって。メガネズさんおつおつ。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。